おはようございます今日は沖縄最終日3日目です。この今泊まってるとこは読谷村というとこなんですけど、この近くにあるヤチムにちょっと陶器をね見に行ってこようと思います。ヤチムンかヤムチンかいつも分かんなくなっちゃうの。そして今日の格好はですね、これハイクでつけた上下のヘッドアップとエルメスのサンダルにユニクロのカーディガン、ボッテガのこの間アウトレットで買ったバッグを持っております。これもボッテガ、ヨールで昨日黄色のバッグ買ったから黄色が好きなんですね。黄色がラッキーカラーですかって言われて、あなんかすごい嫌だ、金運に黄色みたいな人みたいに思われたと思って、ちょっとなんか微妙な気持ちでした。でも黄色は大好きです。よし、じゃあ行くぞ、レッツゴー。今ヤチムの里に着きました。なんか9時ぐらいからやってるみたいで、ちょっと私たち正味時間が30分ぐらいしかないんだけど、いろいろ見ようかなと思って。あ、シーサー館とかあるよ。次はバンタカフェに朝ごはんを食べに行きましたよ。これは朝食ですか？そうそう、バンタカフェ見てこれ、はい、ここで朝食ですか？あ、はい。もうすごい。豆腐卵おにぎりが。すごいいじゃん、これいい、ここまたいいね。これ中入ってるよ、アイスコーヒー。うん、アイスコーヒーとか、アイスコーヒー飲むか、一個。はい、アイスコーヒー、おじいさん、アイスコーヒー一緒飲む。本当はカフェラテが飲みたかったのに、写真撮るためだけにこれ買ったのに似てる。でも確かにいいよね、うん、写真映えず映えじゃない、うん、これいいわ、のんびりしてねいいねいいよね、涼しいしね、日が出てるからいいから。一番いい席、これじゃあ3つついてたのに1個だったね、足んなくないと思って。もしかしてあれ写真で3つ入りを撮ってたら入れてたんだっけ。そうかも。すごいチーズがたっぷりだ、うんうん、まさかちょっと待って、うん、写真撮っちゃかった本当だって。ルーでやめないで大学の、すっごいもろい。卵くんが一番やばいよ。卵大事なのに食べれない。3秒ルールなし。うん、諦めます。沖縄最終日、今日はずっと来たかった月さんにやってきました。すごい可愛い食器パンの金城さんっていうブルーの器を作ってる方がいるんだけど、今日ね、なんと店番してて写真写真撮ってもらいました。前にもね、うん、ネットで何回か注文したことあって、このブルーがね、やっぱりすごい綺麗なの。そうですね、今日の格好もブルーで、本当にブルーが好きな人みたいな言われなかったですか？言われなかった、恥ずかしいわ色味が。もう一度着てブルーの器買うってなんかちょっとアホっぽいね何枚買ったんですか？でも1、2、3、4、5枚5枚でもさ結構です。やっぱり作家さんの器が高いからちょっとずつ、ね、買いだめていくのが楽しむポイントです。この後は国際通りにちょっと寄って、ぽっちゃんたちのお土産も買うんです。でレンタカーを返して空港行ってご飯食べて帰ると。はい、そうです。はい、国
西通りにやってきましたよ。今日は日曜日だからか。ホコ天だ、ホコ天。コッちゃんたちのチンスコーとニャンスコーを探しています。あとコッちゃんたちのね、服買いたいなと思って、はい、はいはいはい。ものの金額を比べるっていうことをする家族あ、もうすでに買ったものと同じもの出たらどっちが安かったかっていう。それでちょっとでも安かったら喜ぶ家族どうだったんですかね。複雑な顔してますね。複雑な顔してるわ。特に安かった。高かったじゃあよかったね。こっちゃんたちのお土産買いました。プリントできるアロハシャツ買ったよ。これで思い残すことはない私。はい、はい、沖縄といえばブルーシールアイスですね。ちょっともうちょっと声を張ってください。塩ミルクソフトを買いました。恥ずかしいんですよ。でも美味しいです。やっぱさ、アイスは食べないとだよね。せっかく沖縄来てんのにさ。やばい、どんどん溶けてる。早く。空港に着きました。空港に着くまでもちょっといろいろ大変で、道間違えた人がいたりとか、荷物が入らなかったりとかいろいろありつつ、でもとりあえず空港に着いてお寿司食べようってことになって、今お寿司屋さんに向かってます。なかなか沖縄の寿司美味しいって聞いたから楽しみです。食べてもいいですか。はい、どうですか。アンキモ食べると思う。アンキモ、アンキモポン酢頼んだ。大丈夫。これ受け取れなかったらローズのもの大変なんだけど。ちょうど4時に今なって、45分フライトで、今35分だから35分じゃあ大丈夫かな。到着締め切り時刻が35分だから大丈夫。混んでたら受け取るの時間かかるから、早く行かないとダメだよ。これ、私は深井。ということで、ちょっといろいろあってバタバタしてたんで空港で取り忘れちゃったんですけど、無事2泊3日の沖縄旅行を終えてお家に帰ってきました。こっちゃんとも再会だよ。こっちゃん、なんで言ってんの。嬉しいでしょ。嬉しくないの。こっちゃん、再会はあまり喜んでおらんようです。どうしよう。ちょっと怒ってますね。大丈夫ですか。許してくれた。今日は仲良く寝ようね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタライブは毎日配信しております。ぜひ見てね。またねー。